わあ、やらだから、あれやら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 、皆様こんにちは。ツートムハウスワイフのお時間が今日もやってまいりました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。今日はですね、ロサンゼルス郊外パサディナシティではなく、ロサンゼルス市内でございます。ザ観光地度でもありますでしょうか。ベニスビーチへ皆様をご案内したいと思います。よく映画やね、テレビで見るザ・ロサンゼルスな感じの場所をご案内していきたいと思います。で、その前になんですけど、ビーチに行く前にちょっとね、こちらの方をご案内したいと思います。ちょっとしたね、スポットであるんですけれども、全然観光客がね、いなくって、あんまり知られてないのかしらと思うんですけども、ちっちゃなね、運河沿いに立ち並ぶ、ちょっとした住宅エリアなんですけれども、どうでしょうか。お綺麗じゃございませんが、おっされーな感じが漂っていますけれども、こちらもともとね、ベニスと言われるね、この地区はイタリアのベネチア、ベニスから由来していまして、1900年初頭ですね、湿った地を押し上がらせる、読めませんね、今文字を読んでいますけれども、あわがらがせる運河が何本も作られたそうです。大きな桟橋やアトラクション施設、劇場、ホテルなど発展して人口も急激するんですが、1929年にディズニーランドができちゃったものでございまして、そちらを、ね、優遇したかったロサンゼルス市はベニスの発展を望まず、インフラ整備の一環としてほとんどの運河を埋め立てて道路にしちゃったということでございます。あとこの辺さらにの前の方でですね、この辺の揺れが発見されまして、お分かりになられましたでしょうか、私の説明。結構ね、ロサンゼルス住んでる方も知らない方多いと思うんです。ここ穴場スポットなんです。つーちゃんからのお楽しみスポットでございました。いかがでしたでしょうか。最近つーちゃんちょっと動画が長めだわ。私そこまでつーちゃんの動画に時間費やしているほど暇じゃなくってよっていう、そういう方いらっしゃると思われるかもしれませんけれども、そんな方ぜひね、1.5 倍速なんか2倍速なんかでも全然ご覧になられていいかと思います。この YouTube のね、機能いいですよね。私も時々活用させていただいております。やっぱりちんたらちんたら喋られちゃったら、私の時間1日のね、10分でも何でもね、もうそういうことより分かられるでしょ。ですからね、何ですか、最近のお子さんなんかはこうアニメなんかドラえもんなんかも見るときも倍速で視聴見るみたいですからね。ではそろそろビーチの方に参りましょうかね。レッツゴー。あ、見えてきた、ビーチだわ。あら、いいお天気。あら、もう裸の殿方いらっしゃる、もしかして。そんな暑いんですか、もうこちら。あらー、これこれこれよ、これ、ロサンゼルスっぽい。あら、ちょっと裸の殿方、こっち見てらっしゃる。あれ、今二度見した、絶対今二度見した。あれ、お兄ちゃん、お兄ちゃんじゃないの。 Oh my god、 こんなところで出会えるなんて嘘でしょ。皆様お気づきになられます、お兄様の肌の色、つーちゃんと同じ白斑なんですね。で、お兄さんがビチライゴブラザーって叫んでくれて、英語でビチライゴって白斑のこと言うんですけれども、やだ、なんかキュンとしちゃって、こんなところでつーちゃんと同じ肌の質を持った人に会えるなんて。しかも全身タトゥー入れててかっこいいわ、私のタイプだわ。え、天真そうか、いけないわ、お兄様。ではでは進んでまいりましょう。あら、ご陽気な曲が、この曲はビーチボーイズでしょうかね。本当にこんなベタな曲がロサンゼルスのビーチでは流れるんですね。すごいですね、改めて。あれ、このマークは何ですか、怪しくありませんか。40ドルドクター、どういうこと、警察に届けますよ。はい、こちらハイレグさんでございます。切り裂かれております。あ、サングラス見たいかも、ちょっとサングラス見たい。こっち
ちらはバイクのレンタル、この辺をサイクリングしながらお散歩するという感じ。テニス健康的ですね。本当にお天気よろしいわ。ちょっと男前さ、イエイ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 。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。あら、こちらにも登り棒のお兄さん、股間をスリスリしちゃいけませんよ。それは子供の遊びなんですから。もう、あ、いっぱいいらっしゃる。あら、ちょっとつちゃん、ちょっとまっすぐ歩けなくなってきちゃったわ。安藤とはお兄様たち、これからもよろしくしこしこ。まあ、それにしても絵になりますわね。こういうの映画で見たことある感じがするわ。エディ・マフィとかが出てきそう。まあ、私の時代と申しますと、やはりビバリーヒルズ高校白書。ダダダダ、ダダダダ、トントン。ダダ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 ダ。ディラン、ディラン、どこにいるの？やっぱズちゃん的にはブランドンかディランかどっちが好きって言われました。やはりディラン、不良少年っぽい人が好きですね。でも本当に絵になるわね、あなた。かっこいい。これ何してるの？あー、なんて言うんだっけこれ。スクワッシュスクワッシュ、そんな感じだ。スクワッシュスクワッシュスクワッシュ。まあ、ここに来たのは1年以上ぶりぐらいでしょうかね。ベニスビーチ、もうすっかり夏気分ですけれども、もうここではね、マスク人口がかなり少ないですよね。というかほぼ誰もしていないですね。ほっとします。やっと人様の笑顔を拝見できまして、まあ、つまり皆さん、こうワクチン接種されてる方がほとんどなのかもしれませんね。まあ、こうしてアメリカ人見てますと、皆様フリーダムって感じでございますね。ノリもいいですし、まあもちろんクレイジーな方もいっぱいなんですけれども、もう値は値よ的なね、まあ俺は俺ですっていう感じが半端ないと言いますか、好きなことして、好きな格好して、もう自由が大好きですってね。まあ自信がね、ありありで、ちょっと堂々としてて、もじもじしてないぐらいね、もう私は隠し事なんかございません感がね、半端ないんですですね。こういうのを見ますとね、まあ、日本人からしたらちょっとそこがうざいかもみたいな、ちょっと苦手かなみたいな人もいると思うんです。アメリカ人って、こう自信ありありで、わがままでちょっとずうずうしいんじゃないかしら、雑っぽそうだし、なんか品がないみたいにも映っちゃうっていうね。もうちょっと謙虚で控えめな人が私好きだわって日本人いらっしゃるかもしれない。まあ、もちろんね、そういう人もいると思うんですけども、まあ、そういう態度ですとね、このアメリカでは、私なんかもとんでもないですわ、ふつつか者でございます、意見なんかわかりません、そちらにお任せしますっていう態度ですとね、やはり足元見られちゃっていろいろ丸め込まれちゃう。そうなっちゃうとね、何かともう損しそうですから、こいつ自信ないやつじゃんみたいな、つまんないやつじゃんと思われて、ちょっと生きづらくなっちゃいますからね。もっと堂々としてないとアメリカではやっていけないっていう感じがありますね。まあ、ですのでね、私思うんですけれども、やはり相手や周りとのね、調和を重視する日本人ですね。ハーモニーを大切にする日本人、それと個人のね、主張がとっても強いアメリカ人といいますか、欧米の方とコミュニケーションを取る場合はね、やはり上手にうまくお互いの考えや習慣をね、リスペクトしてバランスよくいきたいものだと思います。あとちょっとね、付け加えたんですけれども、私の印象としましてはね、アメリカ人声がでかい人多いですね。こう携帯で話している声とかもですね、道の向こう側から聞こえてしまうぐらい音量がね、基本的に高いんでしょうか。あとアメリカ人のね、アクセントがね、鼻にかかってますでしょ。 Oh my god! Amazing! みたいな、ちょっと昔ね、パリに住んでました。この地下鉄でこうアメリカ人の話し声が響き渡りまして、こうむっちゃ目立つと言いますか、フランス語ですとね、こうボソボソボソ、アバサ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 という話し方ですからね、この鼻にかかってミャーンっていう音がですね、フランス人はちょっと嫌いなんじゃないかとは思ってますね。
いかがでしょうか。映像の方楽しんでいただいていらっしゃいますでしょうか。私がお話ししているせいで何も集中できないという方いらっしゃるかもしれない。まあそういう感じでね、まあどんどん映像を流し、垂れ流しにしておりますけれども、見ている皆様、おのおので感じ取ってくださればいいかなと思います。いちいちこれは何、あれは何というね、説明はするつもりはございません。ただ皆様とこうしてゆっくりとね、お散歩ができればいいかなという思いでございます。というわけで今回はベニスビーチの方からお届けさせていただきました。最後まで見てくださいまして、誠にありがとうございます。早送り倍速で見られた方はたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、またいつかこのような動画が撮れたら皆様とシェアしていきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。あやらけらわらがわややらぼらゆるりおれわら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